きっかけは、いたずらに絵を描いてたんですね、はい、そしたらそれをの啓太が2枚見てまして、うん、お前面白い絵描くなって言って、うん、である日突然40号の大きなキャンパスをポンって持ってきて、うん、で生まれて初めて自分用のキャンパスと絵の具っていうのを初めてその年に持って、うん、で好きなの描きなさいって言われて、うん、好きなのちょっとおデブさんの女の子の集合体描いたんですよ、うん、で描き上がったら夫がお前面白いって言って、うん、あの美術展に無断で出展して、うん、で第1回目からその入ってる会員さん全員が、うん、この絵は1回目でも会員さんにしましょうってことで全員推挙で会員さんに指名してもらって、うんうんうん、それは何ていう団体にいたそれは近代美術、近代美術、うん、で言ってでまた少し時間を置いてそれがまあきっかけです、うん、それから何度か夫がいろんなこの美術展のパンフレット持ってきたり何に対してここ挑戦しろ挑戦しろって言われたとこやったら、うんうん、本当に全部出したとこ全部入選できて、うん、ただねそれも全然美術展っていうのに縁がないから、うん、どこで何をやってるのって分かんないじゃないですか、うんうん、それであの文房具展にね、うん、絵の具を買いに行ったり佳代子さんしますから、うんうんうん、その時にあのちょっとレジのところにね、うんうん、パンフレット置いてあるんだよ、あ、はいはいはい、それをこうね抜き出して募集中みたいな、そう、それでまあこれの、はい、これはじゃあこれにしようとかって聞いて、うん、ただそれだけまあ本当にそんなもんなんだけど、うん、それでこうやってたんですよ、うんうんうん、そしてあの出したらばそんな感じでもって、うんうんうんじゃってなことになったもんだから、うん、それがきっかけかな、うんうん、なるほど。あの色っていうのはあのぶつかるんですよ、うん、自分が好きな色っていうのがありますから当然ね、うんうん、頭の中にある色ってありますから、うんうん、どの色でもいいって言われても、うん、やっぱりそういうわけにいかなくて、うん、私はこの色が好きだよって言えばその色を中心にこうね組み立てたりしますから、それがね、佳代子さんの場合はあんまりない、うん、だから要するに絵の具箱から勝手に選んでこの色とこの色っていうような感じで、うん、色を捨ててるような感じで絵ができると、うんまあ、これはやっぱり一つのね、うん、ある意味では誰もができない部分でもあると思うし、うん、そういう点では非常にいいんじゃないかなっていうのが率直なところかな、見た感じでね。だからよくあの破綻のない色ってっていう、まあ、破綻のある色っていろいろあると思うんだけど、うん、それが頭の中にちゃんと分かってんだと思うんだよね、この色の分量っていうか、うん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 、それでこれまとまっちゃうんじゃないかと思うんですけど、うん、なるほど。だから形ができる、形がこの人の形はこうだとか、虎がこうだとか、ライオンがこうだじゃなくて、うん、まずこれ全体をこうね、イメージした時に、ここに人を入れて、ここに、あ、なんだってここにやった時に、うん、まあ、なんていうのかな、それで頭の中でこう、自分の中でも整理されてて、それがポッとこう出てくるような感じなんだと思うんだけど、うん、あの基本的に生き物はみんな大好きなんだけど、うんうん、その中で一番好きなのって言われると猫が大好きなんです。あ、もう猫が大好きです。それはもう絵描く前から猫が好きなんですね。もう猫大好きです、うん、犬も猫も動物描かしたことなくずっと来てるんだけど、うんうん、あの犬も可愛いですよ、すごく可愛いんだけど、うんうんうん、どっちかって言われたら猫、うん、猫ですね。どういう性格的な、もう性格、私はもう自分も猫派だと思います。甘えたい時甘えたいしあとはもうほっといてもらいたい、うんうんうん、いや私頭の中お花畑だから、うん、もう元気が出る、うん、楽しい、うん、そういうものを描きたいなと。お部屋に飾るんだったら、うん、シミ取るのとかね、うん、苦しんでる絵とかね、うん、そういうのよりは私はね、うん、明るくて元気な絵のを自分でお部屋に飾りたいなと思ったから、うんうん、だからもうそういう楽しい絵だけを、うん、わあ早いですね。もうここまでできちゃった、うん、もう9割方完成ですよね。うん、もう一回赤を塗り直してしっかりと、うん、そしたら終わり。早い、赤が可愛い、はい、うん、だけどね、ちゃんとしっかり塗ってんのよ、うん、俺なんかの場合はね、これなんかそうだけど、これピンクなんてもう持ってるもう色があればいいみたいな感じなんだけど、
ゃんと脳にピシッと、うん、その点それでも早いっていうのが、うん、やっぱり自分で頭の中でちゃんとできてるんだ、うんうん。だから人生は面白くてね、私のこう週末にかかってきてから、うん、こういう絵を描く世界が私に来るなんて全然思ってませんでした。一言だったんですね。だから今一番輝いてるなと思います、うん、私の人生で。ああ、いいですね。子育ても終わって、うんうんうん、一番の食べ頃で旬です。うん